次に土台から垂れていく、もしくは土台に乗っているメルトの表現なんですけども、これはまず、ろうそくが乗っかる台の部分だけを取り出してきてあげます。特に干渉する部分だけですね。で、そして、この側面の部分、この位置からろうが垂れていくので、まずこの位置に対してスキャッターをかけてあげます。で、基本的には作り方は一緒なんですけども、ここでまた、@ptnum、ポイント番号から ID、アトリビュートを作ってあげて、また同じ要領でポイントの位置をずらします。そして後で繋いであげます。これで土台から垂れ下がるこのラインの表現は出来上がりです。で、少し特殊なのは、この土台の上にあるラインになります。このような形でラインを配置したいのですが、今までの方法だと再現することができません。そのため、こちらはどうやって作っているかと言いますと、この元のポイントの位置と原点の位置を使って、引き算をしてあげています。そうするとですね、内側に向かうベクトルが出来上がります。ビジュアライズした方がわかりやすいので、バインド、エクスポート。ここで、パラメーターの名前、ネームをですね、dir と切り替えてあげて、値を確認してみます。このバインドエクスポートは、このポップの中で作った数値をアトリビュートとして外に出してくれるためのモードになります。で、この時に dir というアトリビュートがありまして、アトリビュートをビジュアライズするときはですね、一度アトリビュートポップの外に出てもらいまして、このノードインフォというボタンを押すと、ここに今表示されているアトリビュート、今持っているアトリビュートが表示されます。その中のアトリビュートの名前をどれかクリックしてあげて、今ここではですね、dir をクリックしまして、そうすると、このディスプレイオプションの中のビジュアライゼーションというボタンがありまして、これを右クリックしますと、ここにビジュアライズ可能なアトリビュートが表示されています。これにチェックを入れてあげて、オプションをオンにしてあげると、このポイント間のベクトルの向きを確認することができます。これを、ノーマライズして、このパラメーターで調整できるように設定をしています。で、この、内側を向くベクトルの向きを使って、中心にポイントが移動させることができるようにですね、設定をしています。この状態だと、単純に、平たい中心によるようなポイントのみを作る形になるので、実際のろうそくのろうというのは、でこぼこしています。なので、また Y 軸の方向に少しランダムに位置をずらしてあげたいので、ここでもタービラントノイズを使って、これをベクタートゥフロートベクター、フロートトゥベクターを使って、値を Y 軸方向に少しずらすということを行っていまして、最終的にアウトプットするとこのように Y 軸方向に少しずれたポイントの位置というのが出来上がります。で、これを
後でつないであげると、単純に内側を向くラインではなくて、少し上の方向を向いたり、ランダムな向きに、ランダムなラインを作ることができます。で、このラインに対して少しうねりを加えたり、曲がったりといった表現を行うことによって、より自然なローの表現を行うことができます。その設定を行っているのが、このコネクティビティと41 begin、41 end までのモードになります。この41というノードなんですけど、このオレンジのノード2つで1つ1組になります。何をするノードかと言いますと、名前の通りですね。41の処理を行いまして、このライン一本一本に対して、処理を行っていくためのノードになります。何もこの41を使わずにですね、単純に何か、例えばノイズをかけてあげるとなると、この全体に対してノイズが割り当てられるんですけども、このライン一本一本にノイズを与えることによって、よりランダムにラインをこう、ラインの形状を変えることができます。一本一本のラインを取り出すためには、まずコネクティビティというソップが必要になります。これによって、クラスというアトリビュートを作ることができまして、このクラスというアトリビュートが、番号を持っていて、このラインの、このラインに対して番号を割り当ててあげているという意味合いになります。で、この41ブロックの一番最後のノードの方で、そのラインのクラスアトリビュートから、どのラインに対して処理を行っているかというのを調べることができまして、このアトリビュートがあるおかげでですね、一本一本の処理のされ方を確認することができます。41エンドのシングルパスにチェックを入れると、全体の結果ではなくて、一本一本のラインの結果を確認することができます。これはクラスというアトリビュートによって、それぞれのラインが個別、別々で識別されているからにという理由になります。このような処理を行いまして、ノイズを与えて少しうねりを加えたラインが作られています。で、このラインをすべて組み合わせて、マージソップで合わせて、マウンテンと書かれてるんですけども、アトリビュートノイズソップを使って、また全体に対してノイズを与えて、設定を行っています。このマウンテンというのは、タブキーから MO と入力すると、マウンテンと作成されるんですけど、その実態はですね、アトリビュートノイズソップになります。マウンテンソップの下に、また、41が用意されていまして、で、ここでは何をしているかと言いますと、最終的には、こういった形で、先ほどのラインに対してスフィアをコピーして、メルト、ろうそくが溶けている表現を行うことが目的なんですけども、こういった形ですね。で、この時に、ろうそくが溶けている時というのは、一律に、このローの太さというのは一律ではないわけですね。で、溶けるときに、表面張力が働いて、先端の方が
少し太めになって、途中で、波打ったりとか、ところどころ太さがやっぱり変わってくるというのが、実際のろうそくの、溶ける表現としてはあるんですけども、それを再現するためにですね、このコピーされるスフィアのサイズをこのラインの位置によって変える必要があります。そのためにですね、またライン一本一本に対して取り出してあげて、このコピーされたスフィアのサイズというのは、P スケールアトリビュートを使って決定をしています。で、その P スケールアトリビュートをどこで作っているかと言いますと、この foreach の中で作っています。で、中に、この foreach の中のアトリビュートポップ、これも先ほど作成し、さ、あの、先ほど使用してましたアトリビュートポップノードになるんですけども、ここではですね、こういった形でスフィアをコピーするように設定をします。これは極端な形なんですけども、上から垂れてきた時に、下が太くなるように、丸みを帯びるようにするためにわざとこういう形にしています。で、この時に、その丸みを帯びた形状を作るために、一番影響している箇所というのが、この ptnum と numpt というアトリビュートから数値を取ってきている箇所になるんですけども、ここでは何をしているかと言いますと、スライドの方に少し移りたいんですが、こういう形で処理を行っていまして、何をしているかと言いますと、まずこの真ん中にポイントとラインが交互に並んでいると思うんですけど、これが先ほどのこの1本のカーブだとします。実際はもっと細かくて、ポイントがこう、一本のラインを作るときに複数のこうセグメントからできています。で、これをもっと単純な例として見たときにですね。左から0番のポイント、1、2、3、4という、ポイント番号が割り振られていて、これが、ポイント番号というのが、ptnum アトリビュートになります。ptnum アトリビュートとして持っている値がこのポイント番号ですね。で、numpt というのがポイントの総数を表します。で、今この単純なラインの例として、例を見てみると、0番から4番のポイント、計5個のポイントが並んでいるということになります。で、この最終的にスフィアをコピーするときに、ランプパラメーターポップノードを使用して、こういったグラフを使って制御できるようにするということが目標なんですけども、このときにグラフの一番端から端までというのは、0から1の値の間で制御する必要がありまして、この0から1までの間の値を、ここでは仮に x と置いときます。この x の値を0から1の間に収めるためには、ptnum÷numpt-1 という数値を計算してあげる必要があります。で、この計算を行っているのが、この計算式をノードに置き換えてあげると、この部分になります。で、まず ptnum という値を取ってきて、ptnum という値は整数値なので、
小数点がない状態の数値になっています。で、NumPT も同じ整数値なので、これを小数点を持つフロートの値に直してあげます。で、この NumPT という値から、サブコンスタントというポップノードで1という値を引いてきてあげます。そうすると、先ほどのスライドにあったような、この numpt-1 という状態が作られるわけですね。で、これを、この ptnum と numpt-1 を割ってあげる必要がありまして、ptnum 割る numpt-1 なので、先に ptnum を入力して、2番目に numpt-1 を入力して、divide pop node で割ってあげてる。そうするとですね、最終的にアウトプットされる数値というのは、0番のポイントであれば0です。1番であれば 0.25、2番であれば 0.5、3番であれば 0.75、4番であれば1というふうに、0から1の間に収まる数値が出力されることになります。これをランプパラメーターに入力してあげて、このランプパラメーターというのは、この一番端っこの値というのは、ポジションというパラメータで制御されるんですが、こちらが0で、こちらが1、マックス1なので、その間で収まっている状態。百分率で、グラフの右から左から右にフィットするような形で制御することができまして、例えば途中の値をこうグラフで制御してあげると、その位置に相当するポイントが、に対して値が加算されたり乗算されたりという形で、こう一律な形ではなく、途中太くしたり、細くしたりといった制御が可能になります。で、それを行って、さらにノイズを与えたりして、微調整を加えているのが、この部分になります。そうすると、このように、途中は均一なんですけど、途中から細くなって、最後丸みを帯びるみたいな、より複雑な形状を作ることができます。これをすべての、カーブに対して行いまして、より実物に近いような、溶けた表現を作っています。コピートゥーポイントでコピーを行いまして、これを元の先ほど作りましたメインの部分と組み合わせて、マージソップで組み合わせてあげて、この部分をワックスという名前に設定をしています。これで、ローの表現ができました。で、VDB にここでコンバートしてもいいんですが、ここでコンバートしてしまうと、後でコピーを行った時に、処理が非常に重くなってしまうので、今回はここではまだ VDB にコンバートしてません。コピーして、配置、複数本のろうそくを配置した後にまとめて VDB に直す。そしてポリゴンにまた戻して、ディテールを調整するという流れをとっています。で、続けて、ろうそく紐をですね、ちょっとセットアップしたいと思います。ろうそく紐を作っている部分がここなんですけども、まずベースは一本のラインから作っています。で、これは、ラインのポイントをパラメータを使って、ライン、一本のラインを複数のセグメントに分割をしてあげています。そして、ベンドソップというノードがありまして、これを使って、ラインを少し曲げてあげています。で、そして、このラインの位置を、またろうそくのてっぺんに持ってくるために、マッチサイズを使って、
このろうそくのベースのモデルをマッチサイズに入力をして、このてっぺん位置に合うように調整をしています。で、そして、ろうそくの先端が少し焦げたような形で黒に設定するため、グラデーションをかけるためにですね、また先ほどの、P スケールの設定の時と同じように、今度はこれを太さだけではなくて、まあ、色情報として出すために、カラーランプとしてランプパラメータを設定しています。で、この太さを調整するときに、フーディニでは P スケールも使えることは使えるんですが、もう一つ、ウィルスアトリビュートというアトリビュートが使用できます。この名前のアトリビュートを書き出してあげると、例えば、この後のポリワイヤーソップに入力したときに、太さの値として認識してくれます。なので、このランプパラメータを使って太さを調整しつつ、色もこううまく調整することができるようになります。で、UV 展開をして、この部分をストリングという名前で設定をしています。で、最後に、この紐とローと土台部分ですね。これですね。これをマージして、ろうそくのモデルを作っています。で、マッチサイズ、その後の後処理なんですけども、位置を XZ 平面上にまとめて移動して、少しろうそくのサイズが大きいので、スケールダウンをしています。その後にコピーをするときに処理を軽くするためにパックソップノードを使用しています。で、これは何をするかと言いますと、一言で言うと、情報を圧縮するためのノードです。このノードを使用する前はですね、こういった形で複数のポイントからこのジオメトリーは作成されていましたが、パックを使うことによってこれを1個のポイント、1個の中心点を持つポイントに、モデルとして情報を圧縮してくれます。この状態でコピーをしてあげることで、より軽く処理を行うことができます。以上がモデリングのパターン1になります。